ディアナチアドラゴンズ日本のプロ野球のマスコットガール、チアリーディングチーム一覧は、日本プロ野球のうち、日本野球機構参加の12球団における、チアリーディングチーム、アイドルグループ、マスコットガールの一覧。1978年、日本プロ野球史上初めて阪神タイガースに、チアリーディングチームが創設された。阪神のチアリーディングチームは1年のみの活動で、 解散したが、同年オフに今度は、川崎球場に、本拠地を置いて間もなかった、ロッテオリオンズが、チアリーディングチームを結成したものの、ロッテのチアリーディングチームも長続きせずに消滅した。日本プロサッカーリーグが開幕した1993年から、日本ハムファイターズ及び読売ジャイアンツ、福岡大英ホークス、中日ドラゴンズ、近鉄バファローズの、 ドーム球場を本拠地とする高球団で、チアリーディングチームが相次いで創設された。2004年に起きた、プロ野球再編問題頃より、屋外球場を本拠地とする球団にも創設され、2015年現在では、広島東洋カープを除く11球団に、チアリーディングチームがある。チアリーディングチームは、試合の合間にダンスパフォーマンスを披露するほか、地域密着活動として、 祭りやイベントに出演する例も見られる。東日本大震災の際には、東北ゴールデンエンジェルスのメンバーが、避難所をいくつも回り、避難所生活から運動不足に陥って発症する、可能性がある致死性の静脈血栓側栓症を予防するため、被災者とともに体操に取り組んだ例もある。また、チアリーディングのスクールがある場合もあり、スクール生は試合やイベントでその成果を披露している。 スクールは直営で複数校を運営している場合もあるが、中日ドラゴンズのようにカルチャースクール、中日文化センターを曲がりしたレッスンコースと直営のスクールで行っていたり、埼玉西部ライオンズのようにアウトソーシングしていたりする例もある。東京ヤクルトスワローズのパッションおよび福岡ソフトバンクホークスのハニーズは芸能事務所のエイベックスプランニングデベロップメント 株式会社プロワークスセクションにアウトソーシングされている。オリックス・バファローズのビーズ・ガールズは、エーベックスとの合同オーディションにより結成され、2014年7月30日に、エーベックストラックスからダイヤモンドでメジャーデビューした。同曲は、オーコン・デイリー・チャート、関西地区で1位の SKE48 に次ぐ2位まで最高順位を上げ、ローカルアイドル的な活動も見られる。 2017年時点で NPB12 球団中、広島東洋カープの道屋がない。その代わり、ォーカーと呼ばれるビールの売り子が5回裏後に CC ダンスを踊るという打球団では見られない役割を追ったりしている。また、ォーカーから10人を選抜した C ガールズ2015が2015年7月25日に CD デビューした。なお、 ホームランを打った選手にぬいぐるみを渡す係が各球団にいるが、広島のみホームランがあると命名して、毎年選抜している。ありがとうございます。